こんにちは、タンキです。ということでね、どうもこんにちは、中村です。ということでね、改めて中村でございますけれどもね、タンキなんですよね。僕は本当に些細なことでイライラしちゃうんですよね。本当に溜まって爆発しちゃうんですよね。ということで、本日ね、こちらの動画でございます。久々でございます。ドーンということで、今週ムカついたことということでね、1ヶ月ぶりぐらいですかね。多分1ヶ月前にやって、たのかな、ちょっと覚えてないんですけど、今週ムカついたこと1ヶ月ぶりでございますね。ちょっとやれてなかったんですよ、最近。まあ、ムカつくこともね、ちょいちょいあったんですけど、ちょっとあんまりこれっていうものがなくてですね。まあ、その久々にね、今週ムカついたことですけどね、ちょっと、まあ、1ヶ月やれてなかった理由がありまして、まあ一応その、まあ理由としては、まあなんですかね、成人男性としての恥ですね。お金がなかったっていうことでね。そのお金がないとやっぱ外に出れませんからね。うん、外に出てもね、空気吸うだけですからね。お金がなかったらね。もう何もやることないですからね。まあ、その給料日とか来て、そのちょっと外出れることになったんで、やっぱ外に出るとね、もう、パーでも結果がパー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 ってもうね、切れまくりました。もう血管がもう切れまくりましたからね。ということでね、もうちょっと溜まったんで、久々にちょっとムカついたこと溜まったんで、ちょっと皆さんなんですかね、その、寝れない時にこう垂れ流して聞いてください。まあそのなんか真剣に見なくていいです、この動画は。もう真剣に見なくていい。もうなんかそのヒーリングミュージックとしてね、寝る時の川のせせらぎとか、そのジブリの音楽とかじゃなくて、今週ムカついたこと聞いて寝てください。ということで、本日もよろしくお願いします。それでは今週ムカついたこと、一つ目はこちらでございます。映画館で毎回貸す客の近くを選ぶ私ということでね、もう最悪なんですよね。毎回貸す客の近くに座っちゃうんですよね。もう最悪ですよ。まあ僕ね、その映画館に映画をちょいちょい見に行くんですけどね、その座席選ぶときに、その顔写真がわーって浮き出てきてほしい。もうその座席を選んだ人の顔写真ファーってなんかその免許証とかマイナンバー提示しても券を買うようにしてほしいで、顔写真ファーって浮き出てくる。で、座席を選ぶときに、わ、こいつのこの顔なんか、そのちょっと発狂しそうな顔だなとか、なんかそのこいつなんか近所迷惑しそうな顔だなとかでね、その顔で、大体わかるじゃない人って。でもやっぱり出てくるからね、その内側から出てくるから外側にね、やっぱりその座席顔写真つけてね、もう選ばせてほしいじゃないと、毎回その貸す客の近くに座るから。でね、この間映画館に行ったんですよね。で、僕が座ってて、で、一個開けて、まあ女の子二人組かな、多分若い女の子二人組がね、もうずっと喋ってるんですよね。もう誰も喋ってないんですよ。本当に。もう誰も知らず、その二人だけずっと喋っててんで、その予告編とかもちょっと暗くなるじゃないですか。その予告編で暗くなってる。まあ、完全に暗くなってないですよ。まあ、ぼんやり暗いぐらいの時、まだ携帯触ってるんですよ。もう携帯の明かりが、パシャンこっちに来てるんですよ。それでなんかもう、今ね、この映画、今からやる映画じゃなくて、なんかその、前見た映画の話をね、二人でペチャクチャ話してね。で、もうしまいにはなんかネットショッピングみたいな二人で見始めて、これ可愛いとか言い出してね、もう、で、もう光をパシャンでもね、そいつの、ね、顔チラッと見ました。僕もね、なんか3回ぐらいチラッて見ましたけどね。多分わかんないですよ。多分顔だけじゃわかんないですけど、多分その普通になんかその友達の彼氏を寝取りそうな顔をした女の子でしたね。本当に多分わかんないけどね。多分そしてあの感じはね、多分ね、12万円ぐらいの白を基調としたマンションに住んでるんだけど、結構ね、一人暮らしにしては広めなね、マンションに住んでるんだけど、多分親からは金払ってもらって住んでるんだろうけど、多分よ、多分その12万のマンションで、多分その家具とかもなんかその殺風景で、なんかそのアマゾンとかの段ボールがその山積みになってそうな、なんか部屋に住んでそうだなって、もうわかんないよ。顔だけじゃわかんないけど、もう最悪だったんですよ。まあ、さすがにね、そう、さすがに始まってから消しましたけども、なんかイライラしてね、もう始まったらね、もうなんか僕の前の人がね、もう携帯を2回ぐらい落としてね、カラカラって、もう手で刺されましたもん。二つ先だけど手で刺されましたもんね。で、僕の前ね、前の人がね、アフロでね、もう髪型がアフロでね、一回、もう邪魔な、もうちょっと、いや、全然見えるんですよ。その映画自体見えるんですけど、なんかそのアフロがすごい視界に入って、すごいアフロを、そのなんか5分おきに一回こう見ちゃうんですよ。アフロみたいなね。その一回燃やしてきてほしい。その映画館に、その一回アフロ燃やして、こな、それか一番後ろに座らぬ、もうもじゃもじゃで5分おき一回見ちゃうからね。まあ僕が映画館に行くなって話ですよね。それでは今週ムカついたこと二つ目こちらでございます。サウナでなんか鼻につくやつということでね、もうお前映画館もサウナも行くなんて話ですけどね、でも鼻につくやつがいたんですよ。ほんと最悪だったんですよね。なんかね、僕が先に入ったんですよね。で、先入ってて結構満室、サウナ満室で、で、ここの僕の横の人が出て、その鼻につくやつがファって入ってきたんですよね。ここで僕が普通にね、サウナ行ってね。でしたら、ずっと入ってきて、そしたらその鼻につくやつが入ってきて、こうやって。
ってしたらその鼻につくやつがずっとこ 僕はここにいて、ね、僕はここにいてね、こうやって。でずっとなんか見てるんですよ、見てるんですよ。こっちになんかローリーのやつがあるんですけど、でもその今ローリーされてないし、ローリーされてないのになんかずっとこうやって。で、なんかずっとこう視線を感じるんですよね、こうやって。なんかこっちになんかその何か呪音的な何かがいる、そのなんか座敷わらし的ななんか霊的なやつが何かいるのっていうぐらい。でずっとこっちも視線感じるのやだなぁと思って、でこう2段にあの僕がその前に行って、で2段目もあったんですよね、そこのサウナがね。で2段目の後ろの人が出たんですよね。でじゃあこれ暗黙の了解ですけど、先に入った人がこの開いたら行けるみたいな、一応そういう暗黙の了解のサウナのね、そういうシステムあるじゃないですか。で開いたから行こうかなと思ったら、なんかそのまあ僕より先に入った人が行ったんですけど、まあ、こいつがね、横のこいつがね、でこう出ていった瞬間に、お前はここにステイだよと思って、お前ここにステイだよ、お前は8番目ぐらい、お前ここにステイしろって言ったら、でもうめちゃめちゃムカついてね、なんかそいつのね、そいつのね、そう鼻につくでしょ、鼻につくでしょ。でそいつのね、あのサウナハット見てやったんですよ。そしてサウナハットもなんかね、鼻につくんですよ。これわかります？なんかこれちょっとね、絵では伝わりづらいんですけど、ここがね、なんかそのなんかダッフルコートの、あのダッフルコートの木のボタンみたいな、えサウナハットにあのダッフルコートの木のボタンみたいな、このここの木のいりますかね。ちょっとごめんなさい、絵が下手くそなんでちょっとね全然伝わらないですけどね、なんかダッフルコートのボタンのやつがここについてね、そしてね、そのダッフルコートのねボタンのやつがね、こっち向くたびに。のために見えるんですよ。ここに真ん中についてるか、ダッフルコートのボタンのやつがね、もうここについてるからね、僕の方を見ると。まあ僕も映画館もサウナも行かないです。それではここから一気にめくっていきますので、皆さんついてきてください。よろしくお願いします。ということで、今週ムカついたこと、三つ目はこちらでございます。慰めてください、DM ということでね、これムカつくんですよね。失恋しました、慰めてください。勉強が頑張れません、慰めてください。仕事が頑張れません、慰めてください。訴えてやる。絶対に訴えてやる。こっちだって疲れるんですよ。もう労力いるんだけど、慰めるのも労力いるんですか。まあ無視してますけどね。無視してますけど、もう疲れるんですよね。その一人で生きていくしかないんだから、人生なんて。どうせ死ぬときは一人、どんだけ慰めようが慰め前が、結局死ぬときは一人なんですよ。結局。ね。だから一人で頑張るしかないんですよ。人生一人で頑張る物語なんだから、慰め、人に頼るな。人に頼ってたら、こう、もうずっと慰め言うのか、クソババアになっても、クソジジイになっても、慰めて言うのが恥ずかしいぞ、そんな大人。もう一人で頑張るしかない。弱い強い関係で一人で頑張るしかない。やるかやらないか一人で頑張るしかない。死ぬときは一人なんだから、ということで。今週向かっていたこと、四つ目こちらでございます。狭めの古着屋で、ショルダーバッグ、パンなやつってことで、これなんなん？部活帰り？本当になんか僕そのなんかおしゃれなショルダーバッグだったけど、僕にはそのなんかエナメルバッグに見えましたけどね。なんかそのおしゃれなね、そのなんかブランドかわかんないけど、なんかおしゃれなやつだったけどね。その僕にはそのミズノに見えました。そのミズノのショルダーバッグに見えました。もう狭めの古着屋でパンパンやめてくださいよってね。サッカーボール入ってるっていう。なんかサッカーボールとグローブなんか4個ずつ入ってるぐらいもうパン。でも、入り口に置いてください、狭めの古着屋でね。もうこんなことしないといけないんだから、そのなんか千と千尋のかまじいの部屋に行くときの千尋みたいな感じで、こうやって僕も通らないといけないからね、ほんと入り口に置いてください。もうお願いしますよ、ということでね。今週ムカついたこと、次は5つ目ですかね。5つ目はこちらでございます。電車でミニスカに挟まれるってことでね、これはなんかその緊張感が走るんですよ。なんかムカついたことっていうか、なんかやだな、みたいな、なんかこうやってミニスカの女性が来ました。そのミニスカの女性が来る前は、僕はスマホ触ってました。でもミニスカ着たらそっとスマホ閉じちゃうんですよ。なんかわかんないですけどスマホを閉じちゃう。なんかわかんないんですけどね、なんか変な緊張感走るというか、なんかピーンっていう、でなんかそのなんか変なこと全くしてなんかで、そのスマホ触りたいのにね、スマホのゲームとかしたのにとかなっちゃうからね、これなんかね、そのミニスカとかもなんか配慮してください。あ、もう全然あのスマホとかいじってもらって全然大丈夫です。なんかその変な緊張感、これわかるかな、男性。なんか変な緊張感かしらミニスカ挟まれたら。ね。だからお願いします。なんかミニスカの方よろしくお願いします。配慮の方よろしくお願いします。なんかその、できるだけロングスカートしてください。ミニスカ、キャッカッカッって引っ張って、カッカッって引っ張ってロングスカートしてください。よろしくお願いします。ということで、最後でございます。こちらでございます。薬局でめっちゃお金使ってしまうということでね。これまあ僕自身にムカついてるんですけど、なんか薬局行っちゃうとね、なんかめっちゃお金使っちゃうんですよね。なんか、てか、その、柔らかし歯間ブラシ高くない？チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。